皆様こんにちは。参議院議員の地味花子でございます。本日もチャンネルアジャーひまわりチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日はいよいよ、今年の4月に迫ってまいりましたこども家庭庁の創設に向けての準備状況や、今どういうことをしているんだということを少し分かりやすくお話をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、このチャンネルアジャーひまわりチャンネルでも、以前子ども基本法についてご説明をさせていただきました。一人一人の子どもたちが、等しく、その置かれている心身の状況、あるいは家庭の状況にかかわらず、幸せな、幸福な生活を送ることができるような社会というところから、児童の権利条約の4つの条項などを入れたり、あるいは、教育と福祉の融合というものをしっかりと書かせていただいた。そしてまた、子ども基本法にのっとって我が国の子ども大綱、子どもの計画ですね、これを作るんですよというようなことなどが書かれているという、ご説明を以前させていただきました。今日は、この子ども基本法のもとに子ども家庭庁が、設立をされます。それにあたりまして、子ども家庭庁の、現在私は準備室の担当政務官という役割をいただいていますが、その子ども、基本法のもとの準備状況、具体的なエッセンスいくつかありますのでご紹介をしたいと思っております。それでは、画面上でスライドも出てきてまいります。子ども家庭庁関連の主なスケジュールというスライドをちょっとご覧いただきながら、まずご説明をさせていただきたいと思っております。こちらご覧いただきますと、4月に子ども家庭庁が創設され、また子ども基本法が施行されるというふうに黄色い括弧囲みでまず4月のところに書いております。で、その下でありますが、大きなブルーの囲みがあります。何かと言いますと、子ども家庭庁ができますと、我が国の子どもに関する基本的な方針というものを、この子ども家庭庁の中にあります子ども家庭審議会、あるいはそれよりも上段の総理をヘッドとした子ども政策推進会議というところで大きな枠を決めていくということになります。そしてこの子ども家庭審議会の下で審議をされるのが子ども大綱の検討です。あるいは就学前の子どもの育ちに関わる基本的な指針、そして子どもの居場所づくりという大きなこの3つがですね、子ども大綱とともに、指針として、議論をされ、そして今年の秋に閣議決定をされるという運びになっておりますので、現在この子ども大綱、それから就学前の子どもの育ちに関わる基本的な指針、そして居場所づくり、この3つについては準備をしています。じゃあ何を準備しているのかということになりますが、さっき申し上げました子ども大綱でありますが、これは今まであった既存の3つの大綱をガチャンコする、一緒にするものになります。すなわち何かと言いますと、少子化対策の白書もあります。その少子化対策社会のもの、それから子ども若者育成支援、そして子どもの貧困という、3つの大きなものをガッチャンコするということでありますので、今それぞれの検討会に長年有識者として参画いただいた皆様に対して政府からお願いをしておりまして、3月末までに子ども家庭庁に申し送ることというのを今審議をしていただいています。それが子ども大綱の現在の進捗であります。また就学前の子どもの育ちに関わる基本的な指針というものも現在作っているところであります。で、そちらのスライドが今からお見せするまた別のこちらのスライドになってございます。で、こちらが何かと言いますと、この非常に可愛らしい3つの輪っかが右側にあるこちらのスライドになっております。何かと言いますとですね、これは、子ども基本法の中の理念に書かせていただきました、一人一人の子どもたちが幸せであるということをさっき申し上げましたが、これが一体どういうことなのかということをもう少し具体的に分かりやすく噛み砕いて、みんなで考えていきながら、0歳から6歳までの子どもたちが、どのように育っていくのかという共有イメージの、共有のイメージを抱くための、検討会ということになってございます。で、右側に書いてあるのが何かと言いますと、バイオサイコソーシャルであります。
いわゆる幸福というものは、ウェルビーイングとも言われておりますが、これはWHO の健康の定義というものがありまして、身体的な幸福、精神的な幸福、社会的な幸福という非常に3つの要素が大事だと言われているというところから、まず定義を置かせていただいているというのが上段のところの本指針の目的のところであります。そして共有したい理念のところには、子ども基本法にのっとって書かれています。一人一人が差別されないということですとか、あるいは安心安全だということや、育ちの質というものが保障されているということ、あるいは子どもそれぞれに意見表明権がありますので、表明した意見というものを、表明するということまず非常に重要ですが、表明した意見について受け止められていて主体性が確保されているということ、そして非常に重要なのが、社会全体で子どもの成長を一緒に喜び合えるということを書いてございます。でめくっていただきまして、次のページの次のスライドであります。こちらの方は、子どもって、我々は子ども行政とかですね、私も小児科医なので子どものことは日頃から接しているわけでありますが、今回のこの、概念ペーパーなるものはですね、今まであんまり子どもに、接していない人たちにおいてもイメージを一緒に湧いてもらうというのが非常に重要であります。なぜなら子ども基本法は私たちの子ども政策に対しましての理解というものを広く国民にも求めるものでありますので、子どもを持っている持っていない、あるいはどの年代、そういったものにかかわらず、子どもというものはこういうふうなことで育つんだよねっていう基本認識でございます。じゃあということでこちらであります。乳幼児期の子どもは、安心したい、満たされたい、関わってみたい、遊びたい、認められたいということで、心身の発達をこう図りつつ、生涯にわたる人格形成の基礎となる大切なものですよというのが書いています。これ非常に分かりやすいですよね。好奇心旺盛で、落ち葉があったら落ち葉拾いにわーっと走っていってどんぐり拾ってみたりとかですね、あるいは、パパママと言って抱っこしてきたらギュッと抱っこしてもらったり、おっぱい飲んだら、満足して寝たりとか、そういうところから始まって、あ、これもできたね、あれもできたねって、僕あれもできるようになったんだよって言いながらですね、徐々に自我ができていくと、そういうような子どもということを、こういうものですよ、すなわち遊ぶということですとかね、満たされるということもとても大事ですよというのを書かせていただいております。そして次のページをめくりいただきます。でこちらの次のページでありますが、じゃあどんなふうにその子どもというものは成長していくんだろうか。で左側でありますが、安心と挑戦の循環というふうに書かせていただいています。でこの紙自体はすでに1月24日の、有識者懇談会で示されている図の私は今解説をしておるわけでありますが、安心のいわゆる安心安全の基地ですねを自分の中に培うことで、じゃあちょっと外に行って挑戦してみようか、挑戦してまた戻ってきて安心だと思う、このサイクルがしっかりと働いていくことで、子どもたちが外の世界を徐々に広げていったり、するということ、その基本にはアタッチメントというものが大事ですよ、愛着形成というものが大事ですよというものがまず左側に書いてございます。でこの右側の子ども真ん中チャートというのは非常によくできたチャートだなと思っておりますが、子どもがまず真ん中にあります。一番上ですね。でその周りがですね、子どもを取り巻く世界、より大きな世界という、ユニセフのイノセンチーレポートにも書いてある輪っかの図を思い出される方がいるかもしれませんが、今回はそこに関わる人と空間というものを一緒に書かせていただいています。すなわち子どもは一人では、単体では存在しないわけでありまして、保護者養育者がいたり、あるいは直接、接する人、保育士さん、看護師さん、ケアにあたる専門家がいたり、あるいはすごく過ごす空間のところには、学校があったり、保育園の施設があったり、サードプレイスと言わす場所があったり、あるいは地域の空間というところにはご近所さんがいたり、商店街の人がいたり、また施策や文化というところはですね、これは政策に関わる人、企業やメディアですから、全員が入るということであります。
で、ここには当然子どもがいるんだけれども、子どもと同時に子どもに関わる人と空間があって、まあ、その空間には、まあ、学校という空間もあるし、また公園とか自然環境というものも含みますよということです。ですから今日この動画を見てくださっている方の中で、まあ、地方議員の先生方や、まあ、あるいは行政の関係者と直接の子ども基本法のもとで、施行されます子ども大綱が自治体子ども計画になりますが、それを書かれる皆さんもご覧になっているかと思うんですが、ここは非常にポイントです。これを見ていただくと、ああ自分の市や町の施策はこの部分に該当するんだなということが分かるということでありますので、それを見て、あそこの空間と人ってこういうふうに関わるんだ、まあ、例えば子ども食堂はこういうふうになるんだなとか、あるいは最近聞いた話で素晴らしいなと思ったのは、一つ の町内会の中でどこでもいいんですけど、道路ですね、例えば団地と団地の間の道路を例えば毎週第2土曜日だけ歩行者天国にして、そこに芝生のシートを敷いて子どもが集う場所にすると決めるだけで、子どもが集まる地域の空間ができますよとかですね、まあ、これはどの自分たちがやりたい施策がどのディグリーどのところに当てはまるか、これを見るとかなり整理されますから、ぜひこれは子ども真ん中チャートはそれぞれの立場から見て分かりますので、ぜひ活用していただきたいと思っています。まあ、今現在ですね、さっき申し上げた、子どものやつはですね、その次のページになりますが、こういうものを整理した上でになりますが、社会全体すべての人、子どもと直接関わらない人についても子ども政策の理解をしてくださいということで、まあ、現在取りまとめに向けて、まあ、1月の24日に一つの案をお示しした段階です。ですのでこれをもとに3月末には申し送りというところまでこぎついて、4月からは子ども家庭審議会でこれが審議されるといいなと言って今頑張っているところであります。またもう一つが、子どもの居場所づくりに対する指針というものも間もなく出てくる予定になっております。で、子どもの居場所づくりに対する指針でありますが、これについては現在検討会が走っております。そして子どもの居場所づくりに関する調査研究というものも現在行われておりまして、これも3月末をめどに一つの大きく取りまとめをして、そしてまた申し送るということになっています。いわゆるサードプレイスと言われるような学校の中にはない子ども食堂ですとか、困難を抱えた子どもたちが集えるような場所、自分の居場所ですね、まさにここだったら自分がやってみたいことがある、自分の意見が認めてもらえる、そういう場所についての議論が現在されております。例えば児童館とか公民館とか既存のものをですねしっかりと活用してほしいというようなお声もいただいておりますし、またやはり学校現場ですねにおける様々な取り組みも非常に重要な関わりがあるんじゃないかというようなお話も、審議会の中では出てきているということでありますので、ぜひここはですね皆様と一緒にまた議論をこれからもしていきたいところであります。それが子どもの居場所づくりに対する指針であります。で、それらが議論されているところでありますが、今それ以外にも重要なものが議論をいくつかされています。そのうちの一つがですね、子どもの意見表明権の調査研究であります。子ども政策決定過程における子どもの意見反映プロセスのあり方に関する調査研究という長いタイトルがついておりますが、その骨子も3月末に今まとまるところになっております。ぜひですね、これも非常に重要です。どのように子どもの声をしっかりと表明をしていくのかというところなんですが、まず4つの段階に分けて考えています。で、4つの段階っていうのはちょうどこのレインボーカラーの資料がここにございますが、意見形成、意見表明、意見聴取、意見反映という4つの段階を一つ一つ丁寧に今どのようにやれば子どもの意見を政策に反映できるのかということをやっているところであります。
で当然、全ての子たちに対面で話聞けませんので、オンラインですとかウェブアンケートなども併用した方がいいっていうふうにご意見いただいてますし、またいわゆる、生徒会長のようなですね、そういう子どもの意見だけではなくて、意見がやっぱ言いづらい立場の子たちの意見をどのように聞けばいいのかなということを考えているというところでありまして、これが国がまず示します。で国が示したものを都道府県や市区町村でもしっかりと子ども政策については子どもの意見を反映させるプロセスを踏んでくださいということをお願いする予定にしておりますので、我が市や町でもですね、どのように子ども政策、例えば公園の在り方ですとか、さっき申し上げた子どもの居場所ですね、子ども食堂ですとか、そういったところについても子どもの意見をしっかりとそれぞれの地域で反映できるような仕組みが、まずは国から示しますが、市区町村からも示せるようになればいいなというふうに思っております。これが子どもの意見反映のプロセスのあり方に関する調査研究であります。またもう一つ非常に重要なものが走っています。それは未就園児の把握支援のためのアウトリーチのあり方に関する調査研究です。でこれはおそらく子ども家庭庁の真骨頂の一つになります。で0歳から6歳までの子どもたちは毎年1年に1回、虐待との関連で、いわゆる生きていますかという調査はしているんですね。ところが義務教育ではないので、それ以上のことは細かい把握っていうのは全く今する必要がないと言ったら変ですけど、できないとかやっていない状況です。ところがやっぱり子ども家庭庁できますし、未就園の子たちも含めてどういう支援が必要なのかっていうことをポピュレーションアプローチ、全数把握する必要があるのではないかという観点から、今調査研究、これも3月末に一定の取りまとめをする予定になっています。これは特に都道府県の、あるいは特に各市区町村における取り組みの強化というところにつながりますので、いよいよですねポピュレーションアプローチが我が国で実現すると、真骨頂の一つになるかなというふうに思っておりますので、ぜひここの未就園児についてもご着目をいただければと思います。大きくはですね、今申し上げたような子ども政策についてはいくつかのラインがですね今走っております。でそのライン全体の中の取りまとめとしまして、取りまとめの軸の一つになるものとしまして、子ども DX というものを去年の12月13日に立ち上がっています。いわゆる母子手帳などのお母さんたち、お父さんたち、養育者の皆様が受け取る電子媒体ですね、ワンスオンリー、一つ片手も一つでワンスオンリーで終わらせてほしいというものももちろんやろうというふうにしてますし、また保育園や事業者、子どもに関わる事業者などの国の統一的な管理ってもないんですね、市区町村にお願いしていますので、それをデジタル的に処理するにあたって、ベースレジストリーっていうものがまず必要なので、それもやりましょうと。例えば保育園に一斉にお知らせをするにもですね、今は国、都道府県、市区町村でお知らせしてますが、それを例えば一つのクラウドの上に載せてみんなで同じ情報を共有したり、あるいは保育園側からするとそこを通して申請手続きができるというようなものとかですね、各種事務作業の手間、負担軽減ももちろんやっていこうというのがも含まれている、DX ということもあります。ただいわゆるお母さんたち、養育者の皆様にはまず便利になったねと言われるようなものを目指したいということで、やっているのが、子どもの DX でありまして、これは小倉大臣のリーダーシップの下で現在もデジタル庁にも入っていただいて、各省庁横断的にやっているということになります。これが現在の政府の取り組みになってございます。ひとまずはまず以上で一旦切らせていただきます。